吹き抜け空間を取り巻くように螺旋状に展示室が配置されている展示室 3UCC コーヒー博物館は兵庫県神戸市中央区のポートアイランドにある企業、博物館。館内には在神戸ジャマイカ名誉領事館がある。1981年に開催された神戸ポートアイランド博覧会に UCC 上島コーヒーが出展したコーヒーカップを模した外観のパビリオン。 UCC コーヒー館をルーツとする施設で、博覧会閉幕後に名称を、現在の UCC コーヒー博物館として営業開始した。日本で唯一、コーヒーのみをテーマにした博物館である。1986年からの大改装により、コーヒー文化発祥のイスラム教のモスクを模した外観に変更され、コーヒー学の確立とコーヒー文化の普及を目的に、 掲げて1987年10月1日にリニューアルオープンした。なお、この10月1日は国際コーヒーの日にあたる。コーヒーを期限、栽培、流通、加工、文化、情報の6つのテーマに分け、わかりやすく展示している。また博物館に併設されている喫茶室、コーヒーロードではターキッシュコーヒーなど、日本ではここでしか味わえない珍しいコーヒーを、 提供している。月に一度、博物館主催のコーヒーセミナーを開講しており、美味しいコーヒーの入れ方などを学ぶことができる。ありがとうございます。